日本神奈川県川崎市中原区井田井田は神奈川県川崎市中原区の町名。現行行政地名は井田町目から井田三町目で1996年11月18日に住居表示が施行されている。郵便番号は211-0035。面積は全域で66.57ヘクタールである。 なお、伊田を冠した町が、伊田の近隣にあるが、これらは、伊田から分離されて設置された。中原区の西南部にあり、八神川が域内を南東方向へ流れている。南部は、区内で、唯一の丘陵地帯となっており、伊田山と、通称される。土地利用としては、住宅地となっているが、伊田山には、雑木林や野菜畑なども残っているほか、神奈川県立、 中原養護学校や川崎市立伊田病院などの福祉施設も立ち並んでいる。伊田は北端で神奈川県道14号鶴見溝の口線をおおむねの境界として伊田中の町に接し、東端では木月に接する。南端では横浜市港北区の日吉や下田町に接し、西端では高津区の蟹ヶ谷や阿久津に接する。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、意外地の34の48の地点で28万1円平方メートルとなっている。当地には、縄文時代から人が居住していて、祭祀の跡などを含む東看板遺跡が発掘された。平安末期に当地は、九条金金の荘園である稲毛本城の一部であったと考えられており、その建築目録に、 伊田郷鎮守の助太が形状されている。戦国時代には、御北上氏の支配下に入り、北上機関、中高が守るの居城、伊田城があったとの伝えがある。徳川家康の江戸入府後には、幕府の支配下となり、村の境界も定まった。江戸時代初期には、当地は旗本である八木氏、加藤氏、鈴木氏、高林氏、倉橋氏の五級の地となっていたが、 元禄十年時点では一部が天領となり、残りは加藤氏、鈴木氏、新見氏、倉橋氏の治療となっており、これが幕末まで続いた。新編武蔵風土気候では、吉祝軍稲毛げり稲村、や数九十六件。国高は、昇法年間の武蔵田園墓で四百二十三国余り、元禄郷町では四百四十六国余り、 天保号庁でが528国余り、幕末の旧高給料取調べ町では541国余りと推移していた。日経両用水の分流である板リが当地を潤しており、農地としては水田が多く陸田は少なかったが、柿の栽培も行われていた。明治以降は醤油やそうめんの生産、桃の栽培も行われるようになったが、当地は農地として推移した。 行政上は、町村制の施行に合わせて、住吉村が成立し、その後合併で、中原町となったが、川崎市へと編入された。また、高知整理も行われ、伊田中の町、伊田杉山町、伊田三枚町の3町が分立した。八神川の氾濫も問題となり、改修が行われた堤防に桜が植えられ、井田堤の桜として親しまれた。 戦後は1952年から分譲が行われて、宅地化が進行していき、また伊田山には、川崎市立伊田病院や神奈川県立、中原養護学校といった福祉施設や、新日本製鉄の研究所や微生物科学、研究会日吉所といった研究施設が立ち並ぶようになった。なお、新日鉄の研究所跡地は、桜が丘として宅地化されている。 新編武蔵風土機構は、昔伊達節首謀と運人のルやりしゆえに地名、怒れりとうんと伝えるが、伊賀、灌漑施設を意味するとも、古代中国の伊達製のような加わりをされた、上理性にちなむものとも考えられている。いずれにしろ、平安末期にはすでに伊達の名が見られる。伊達で、住居表示が施行される前の字は、一家のようになっていた。なお、突起のない字は、その一部が、 県庁長に含まれている。また、この住居表示と同時に、伊ダ座東の一部が、伊ダ中の町へ、伊ダ座ザ層が先の全部が、カニガヤアザの里へ編入されている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。隣接する高津区阿久津に、川崎市バス。 伊田営業所があること、また私立伊田病院があることもあり、元住吉駅、新城駅、小杉駅、宮前平駅、川崎駅など、各方面からバスが運行されている。ありがとうございます。